フェルベージュの駒澤です。本日も同じ層に掲載する商品をご紹介いたします。お問い合わせとご購入はフェルベージュのウェブストアにお願いいたします。これから紹介する商品が2月の10日夜21時に掲載する商品です。詳しくは概要欄に書いておきますのでご確認ください。まずは T シャツから紹介していきます。まずはじめにアップルの T シャツですね。こちら 90s ボディです。サイズが XL です。80年代のボディもいいんですけど、古いアップルもいいですが、この90年代のしっかりした生地感いいと思います。大きめボディで、使用感はありますがコンディションは綺麗な方だと思います。こちらお値段が 25,800 円と消費税です。続きまして、こちらですね。サイズが、ラージサイズになっております。で、ジェネレーション30と書いてありますね。胸ワンポイントでバックプリントに、大きめにプリントがされております。袖と裾はシングルステッチで黒ボディ、ボディのコンディションすごく綺麗ですね。サイズ表記ラージで、これも大きめに着用できると思います。お値段が 15,800 円と消費税です。で続きましてこちらですね。ウィンターランドタグでサイズ表記が、ちょっとかすれて読めなくはなっちゃってますが、こちら XL ボディかなと思います。こちらもいいグラフィックですね。黒の、フェード具合もいいと思います。でシングルのステッチワークですね。サイズ感結構ダボっといったり目に切れると思います。やっぱ XL 表記ありそうですね。こちらお値段が 12,800 円と消費税です。で続きましてこちらの T シャツですね。サイズがラージサイズになっております。黒ボディで、こちら肩の方ですね、ちょっと焼けがありますが、肩の焼けそこまで目立たないかなと思います。シングルボディのバットマンですね。コピーライト載ってます。89年です。でバックプリントは無地になっております。サイズ L 表記で、こちらも僕がゆったりめにいいサイズ感で着用できるかなと思います。こちらお値段が、6800円と消費税です。続きまして無地のポケット T シャツですね。ジャステッドマンのサイズが XL です。 100% コットンで、いいですね。ステッドマンボディの無地のポケティで、サイズも XL ですね。夏までには1着持っておきたいんじゃないかなと思います。いい無地のポケティです。サイズ XL ですね。まだ縮み出てないですが、洗っていただくと縮み合わせて乾燥機かけていただいても、調節できると思いますので、お好きな着丈の長さに合わせてあげてみてください。身幅たっぷりあります。お値段こちら7800円と消費税です。で続きましてこちらですね。ダークナイトのタグです。で黒ボディで、ジョーカーがプリントされております。インパクトありますがかなり綺麗なグラフィックですね。で後ろです。結構焼けがありますね。こちらまばらに焼けが入ってます。脇の部分にも、焼けが入ってて、ちょっとこの全体的に、入ってる感じがかっこいいのかなと思います。でサイズ実寸で L くらいですね。ダークナイトもちょっと小さいサイズが多く出る印象なので、サイズ大きめでいいと思います。19,800 円と消費税です。続いてポパイの T シャツですね。こちらサイズが L 表記になっております。同じく黒ボディでシングルのステッチワークです。こちらもプリントの感じすごい可愛らしくていいと思いますね。でコピーライト、93年ですかね、載ってます。で後ろは無地になっておりますね。こちらもコンディション綺麗です。全体的な多少のフェード感もかなり雰囲気いいと思います。L 表記で僕はゆったり着用できる、身幅たっぷりあるボディですね。着丈長すぎなくていいと思います。こちら6800円と消費税です。続きまして、ユニバーサルスタジオジャパン、ですね。こちらオールスポートのサイズが XL になっております。でユニバーサルのプリントがしっかり入ってて、こちら後ろ無地になっております。シングルのステッチワークですね。サイズ XL です。オールスポートの XL 結構大きめなので、僕だと、大きすぎちゃうんじゃないかなって思うくらい大きめのサイズです。 T シャツ大きめでお探しの方や背の高い方おすすめです。6800円と消費税です。で続きまして、ロンティーですね。 80s のヘインズボディビーフィーです。サイズが XL、 青のロンティーで、こちらディズニーですね。こちらなんか一見パッと見もスケートものっぽいような、すごい活かしたグラフィックだと思います。でリブ付きのロンティーですね。今の時期だと、レイヤードとしても重宝するアイテムなのかなと思います。
ちらも使用感こそありますが、まだまだ着用していけそうなボディですね。僕がゆったり着用できます。サイズ感もすごくいいです。こちらお値段が、6800円と消費税です。続きましてキースヘリングです。こちらポップショップのタグがつきます。サイズが XL ですね。白ボディで、キースヘリング色付きで入ってていいと思います。後ろは無地になっております。 XL ボディですごいコンディション綺麗ですね。でシングルもステッチで、シングルのステッチでいいと思います。 XL でこれもダボっと着用できますね。乾燥機かけたら着丈縮むんじゃないかなと思います。こちらお値段が25,800円と消費税です。続いてこちらサイズ、ラージサイズになっております。こちらの方が大判のプリントですね。キースヘリングで、こういう感じでプリント入ってます。同じくシングルのステッチですね。後ろは無地になっております。さっきの XL の表記だとちょっと自分だと、大きめのサイズになっちゃいます。ラージサイズだと、ゆったりめでいいサイズ感で僕は着用できるサイズなんじゃないかなと思います。こちらも、まだ縮み全然出ていなさそうなので乾燥機入れたら調節できると思います。25,800円と消費税です。で半袖シャツですね。こちらフェイクアルファからスペシャルシャツです。タウンクラフトの三角のタグですね。でこちらちょっとサイズ表記も見当たらなくなっちゃってるんですが、こちらもスモール表記くらいかなと思います。で04ですね。で、こちらプルオーバーのタイプになってて、ボタンももう 50s らしいボタンがついてます。全体的に汚れだったり後ろの部分ですね、小穴はあります。ですがこのネイビーと、このフロントの切り返しもかっこいいですし、このアーガイル柄のレイヨンシャツすごい珍しいと思います。かっこいいですね。で袖もネイビーの切り返しになってます。サイズで言うともう自分がジャストサイズくらいになるサイズ感かなと思います。こちら女性の方だったり僕くらいの体型の方おすすめです。こちらお値段が59,800円と消費税です。続きまして、こちらラルフローレンのビッグシャツですね。こちらサイズがラージサイズになっておりますね。で 100% ポリのボディです。でグリーンのボディでこのポケ付きでポケットの部分にポニーが入るってビッグシャツのディティールです。で素材がこのフリースの仕様になっててすごいあったかそうですし、着てても、可愛く着用できるんじゃないかなと思います。サイズラージサイズで、ちょっとこの辺作りやっぱり大きめなので、できれば男性とか背高い方とかが大きめサイズくらいでも全然着用できるサイズかなと思います。フリースも全然硬くなってないですしコンディションもいいです。お値段が7,800円と消費税です。続いてこちらデニムですね。サイズがラージサイズになっております。こちらボタンダウンのディティールになってますね。デニムでビッグポロです。で、後ろもこういった感じで色落ちてるような、色味になっております。でこちらもラージ表記で僕結構大きめのサイズ感になるんじゃないかなと思います。ダボっと着用できそうです。コンディションは綺麗だと思います。こちら、お値段の方が、7,800円と消費税です。続いてこちらですね。同じくラルフローレンでサイズ表記がこちらミディアムサイズになっております。で 100% コットンですね。ポニー等が入らない、かなり着やすいデザインだと思います。ポケットの形も、このラルフローレンのものだと珍しいと思いますね。で裏も完全に無地の仕様になっております。やっぱり作り大きめなのでミディアムでも僕全然、ダボっとなっちゃうくらいのサイズ感です。逆に M とか S とかがいいサイズなんじゃないかなと思います。こちらお値段が5,800円と消費税です。続いてヴィンテージのスウェットをご紹介させていただきます。タグがこちらについてサイズ表記がスモール表記ですね。ちょっと素材の表記は、見えなくなっちゃってるんですが60年代頃の、スウェットだと思います。前 V のディティールになっててラバーでプリントが3段入ってますね。100% コットンではないのかなと思います。ちょっと多少ポリエステルとか噛んでるボディなんじゃないかなと思います。いい肌触りです。で袖口の方多少こういった感じで、シミありますが、この年代のスウェットにしてはすごいコンディションは綺麗な方だと思います。 S 表記ですが全然チーミーも出てなさそうですね。僕がジャストサイズくらいで着用できるのかなと思います。お値段が 12,800円と消費税です。続きまして白ボディですね。
ちらがチャンピオンボディランナーズタグですね。50年代のボディになっております。こちらもサイズ表記の部分ちょっと切れちゃってるんですが、白ボディで染み込みですね、プリントが3段で入っております。で、全体的に多少の染み汚れだったりダメージはありますが、これも全然まだまだ着用できるんじゃないかなと思います。先ほどのものより一回りサイズ感は大きいような印象ですね。僕は気持ちゆったりくらいで着用できるサイズ感なんじゃないかなと思います。今店頭とかウェブストアとかでもヴィンテージのスウェット動き早いので、コンディションいいやつとかお探しの方おすすめです。19,800円と消費税です。続きましてリバースリーブですね。こちら XL のサイズになっております。で、パープルボディでワンポイント C マークがつきますね。ネックの部分ちょっと焼けちゃってたり、フロントの部分にブリーチが飛んじゃってたりとはしますが、これまだまだ着用できるコンディションなんじゃないかなと思いますね。サイズ XL です。ダボット僕着用できるサイズ感になっております。お値段が12,800円と消費税です。続いてグレーですね。こちらも XL の90年代アメリカ製で C マークがつきます。まだ、ちょっとふかふかしててコンディション綺麗です。裏地もふわふわしてるようなコンディションになっております。袖は C マークがつかないタイプですね。 XL 表記です。僕がダボット着用できると思います。こちらもお値段が12,800円と消費税です。続いてこちらはラージサイズですね。アメリカ製です。グレーボディで、こちらも同じパターンなんですが、先ほどのものと比べると、ダメージとかも入ってて、ちょっと雰囲気系というような感じです。先ほどのものはかなりコンディション良かったんですが、こちらは、これから育てていきたいような方におすすめです。生地感もそこまで、ゴワゴワ分厚くないっていうのもいいのかなと思います。こちらラージ表記です。お値段が7,800円と消費税です。続いてプリントものですね。こちら80年代のサイズがスモールになっております。グレーボディでラバープリントが1段ですね。でバックプリントも無地になっております。 S 表記本当になかなか出てこないですね。ミディアムとかも少ないんですが、もう S ってなると全然出てこないです。こちら僕がジャストのサイズ感で着用できると思います。コンディションも使用感こそありますが、全然まだまだ着用できます。そして80年代のボディですね。これすごいいいと思います。お値段が9,800円と消費税です。続きましてこちらサイズがミディアムサイズになっております。グレーボディでラバープリントが3段で入ります。フロントの部分ですね、ちょっと染み汚れありますが、この辺気にならない方にはいいお値段かなと思います。はい、サイズミディアムですね。僕がこちらもジャストか気持ちゆったりするくらいのサイズ感で着用できると思います。こちら、お値段の方が、12,800円と消費税です。続きましてジャケット類紹介いたします。こちらラルフローレンのスイングトップです。サイズがミディアムサイズになっておりますね。でブラックでポニーがつくタイプです。でこちら後ろもコンディションはすごくいいですね。ポリエステルの素材のタイプです。でブラックやっぱりいいと思います。なんかスイングトップ最近、着てかっこいいなってすごい思いますね。サイズも、大きすぎず小さすぎずすごくいいサイズだと思います。コンディション綺麗なスイングトップの黒でお値段9,800円と消費税です。続いてナイキのナイロンジャケットです。こちら銀タグですね。90年代のサイズがミディアムになっております。こちら青とネイビーと白の切り返しで薄手のナイロンジャケットになります。袖にもこういった感じでナイキの文字が入ってたりしますね。カラーリングは、そこまで派手じゃなくて着やすいカラーリングなのかなと思います。サイズミディアムサイズなので自分が、結構気持ちゆったりくらいでいいサイズ感で着用できると思います。あんま大きすぎずダボッとはならないいいサイズですね。お値段が6,800円と消費税です。続いてスターターのジャケットですね。こちらサイズが L サイズになっております。で、レイダースですね。で NFL のワッペンも肩についてて、バックにもレイダースのワッペンが入ります。サイズも L アップ でコンディションも綺麗なものをすごい厳選して買ってきてくれているので、サイズ感とコンディションは問題ないかなと思います。サイズラージサイズで自分だとちょっと大きめですごいかっこよく着れると思います。お値段19,800円と消費税です。続いてリーバイスのボアジャケットですね。コーデュロイのタイプ。
じゃあ70年代のタグですね。サイズが46です。でこのベージュの、ブラウンですね、カラーリングで、ポケットが2ポケットの形です。で後ろはこういった感じで、コーデュロイ使用感はありますが、もう全然まだまだ着用できると思います。袖口にちょっとしたほつれ等ありますが、そこまで気にならない方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。まだまだ着用できそうですね。サイズ46です。体格のいい方とかが、がっちり着るとすごいかっこよくて渋くなるカラーリングと、アイテムだと思います。こちらお値段が 12,800円と消費税です。続きまして 840B ですね。こちらサイズが44になっております。この辺も大きいサイズすごい人気だと思います。で、こちら、タブはもともとつかない年代のものなので、欠損ではなくもともとついていないです。で後ろこういった感じで目立つような、着用に響くようなダメージとかはなく、フロントの部分ですね、本当にちょっとだけここにシミ汚れがありますが、全然目立たない程度です。表記44なので、自分が肩落として中にパーカーとかも挟んで着用できるサイズ感になるんじゃないかなと思います。こちらお値段が 29,800円と消費税です。続いてミリタリーですね。ファティーグジャケットです。こちらサイズがスモールレギュラーになっております。リップストップ時の、フォースタイプですね。スモールレギュラーです。ショート丈も人気ですが、このレギュラーでジャケットっぽいような、丈感、レギュラーやロングだったりもすごいかっこいいサイズだと思います。こちらスモールレギュラーなので、自分が、結構ゆったりめに気持ちゆったりくらいで着用できるサイズ感になるかなと思います。意外とスモールでも着用できる方多いので、おすすめです。お値段が9800円と消費税です。でこちらがサードタイプですね。タグがこちらに、ちょっと欠損してたんですが跡があります。で襟元ですね、ちょっと割れてしまってはいますが、じゃあ生地ノンリップの生地ですね。サードのタイプです。肩はダブルではなくて内縫いになってしまっていますが、やっぱりリップストップやノンリップの方が古いってなったら、ノンリップの方がかっこよく感じるんじゃないかなと思います。サイズこちらミディアムレギュラーくらいですね。自分がダボッとジャケットみたいな感覚で、パーカーの上からとか羽織っていいサイズ感になると思います。ちょっとサビ汚れとはありますが、この辺もヴィンテージの、サードとかだとすごいかっこいいんじゃないかなと思います。こちらでお値段が15,800円と消費税です。で続きましてこちら N1 のレッキジャケットですね。こちらもタグは欠損してしまっております。ちょっとボアの部分とかに抜けがあったりはしますが、ジッパーが、すいません、ジッパーがこちらの、ジップ使われております。でこの字止めのジッパーエンドですね。でボタンとかも全部完品で欠損等はなく、使用感はありますが、じゃあまだまだ着用できる、コンディションなんじゃないかなと思います。袖口の部分とかですね、ちょっと肩の部分とか、汚れはありますが、 N1 のレッキジャケットの中ではコンディションは、そこまで悪い方ではないかなと思います。でサイズ38ぐらいですかね。自分だと、全然着用できるくらいのいいサイズ感だと思います。こちら N1 でお値段 49,800円と消費税です。続いてフェイクアルファからヴィンテージのジャケットですね。こちらハーレーです。50年代頃ですかね。サイズ表記はちょっともう読み取れなくなっちゃってますが、このグレーのレザー地の、ジャケットになります。でこちらコンディションなんですけど、後ろの方にちょっとこういった感じで、汚れついちゃってはいますが、レザーのコンディションもすごくいいですね。もう袖の、レザー部分とかも結構割れちゃうものが多いと思うんですが、こちらもすごいコンディションはいいと思います。でキャップショルダーみたいな切り返しになってて、このスナップ止めでジッパーがこちらのグリッパージッパーですねがついております。で裏地がキルティングの仕様ですね。こちらも、サイズ結構大きめに僕は着用できるんじゃないかなと思います。すごいサイズも良さそうですね。レザーっていうのがすごい渋いと思います。色味もいいですね。こちらお値段が 79,800円と消費税です。続きましてカバーオールですね。ザボスのものになっております。サイズが40表記ですね。
でこちら、4ポケットの形で、こちらボタンがチェンジボタンが採用されております。30年代頃の個体なのかなと思います。ステッチワークがダブルステッチで、全体的に焼け感と、汚れは結構あるんですけれども、こういった感じですね。で角の部分とかも結構焼けはありますが、もうすごい雰囲気もかっこいいですし、サイズも40表記というのもすごいいいと思います。でこちら、こういった感じで使用感だったり汚れはありますが、ダメージというダメージがすごい少ないのが魅力的かなと思います。袖口とかも全然ほつれがなくて、コンディションとしては全然悪くないコンディションだと思います。ボタンも完品です。サイズ40表記で、実寸で38程度ですね。自分がジャストサイズくらいで着用できるサイズ感かなと思います。ゴールデンサイズですね。38のカバーオールです。こちら、チェンジボタン、お値段が228,000円と消費税です。続いてパンツ類紹介させていただきます。リッキーズの US メイドですね。でじゃあカラーがネイビーになっております。こちらピスも入って、でこちらセンターのベルトループが細いタイプですね。こちらウエストサイズを1インチぐらい調節できる仕様になっております。90年代頃のリッキーズですね。こちら実寸がウエスト32インチの、レングスは30インチです。3230、これもすごい、ゴールデンサイズだと思いますね。コンディション綺麗です。7800円と消費税です。続きまして、スウェットパンツですね。こちら、タグが内側についております。こちらですね、サイズがミディアム表記になっております。でこちら下から3行目メイドイン USA の表記読めるかなと思います。でもう裏地触った感じ、ほとんど水通ってないと思います。ブラックのスウェットパンツですね。プリント等が入らずシンプルですごい着やすいデザインだと思います。でポケットしっかりついてますし、もちろん紐も残ってて、でこちらいいのがバックにもポケットがつく3つポケットのタイプですね。これすごい便利だと思います。でこのコンディションなので裾のリブも全く伸びてないですね。レングスが多少長かったとしても裾に溜まってかっこよく描けると思います。アメリカ製です。こちら僕で合わせてこんな感じです。もうすごいいいサイズだと思います。ミディアムで、お値段が5800円と消費税です。続いてチノパンですね。60年代頃ですかね。ジップがこちらについております。こちらも全体的に、汗感フェード感はありますが、着用に響くような、ダメージだったり汚れは見当たらないのかなと思います。もうまだまだ履いていけるコンディションですね。ちょっとウエストサイズは、細めにはなっておりますが、着用できる方、ハイウエストで履けば、着用できる方多いんじゃないかなと思います。実寸がウエスト28でレングスが30インチですね。2830、自分だと多分このくらいのサイズ感で選ぶと思います。こちらお値段が7800円と消費税です。続いて505のブラックですね。後染めのタイプになっております。こちら US メイドですね。3634表記です。パッチも残ってて赤タブもしっかり残っております。で多少のフェード感はありますが、後染めらしくてすごいいいと思います。まだ、落ちきってはないです。しっかりブラックですね。こちら実寸がウエスト35インチのレングスはちょっと長めで34インチです。腰履きしていただいて結構ロールアップしていただいたり、カットオフしてもかっこいいと思います。今アンドベルベジンに、結構在庫があってすごい好評、店頭でもいただいておりますので、いいと思います。505のブラックアメリカ製、お値段が12,800円と消費税です。続いて501のアメリカ製ですね。こちらブルーデニムです。501のパッチもついてますね。3434表記でアメリカ製ですね。でこちらもタブしっかり残っております。鬼ひげという個体ではなくて、すごい履きやすいような全体的な、色の落ち方ですね。ですが太ももの部分はちょっとメリハリがつくような、色落ちです。すごい履きやすいですし、のっぺりしきってないくらいの色落ちです。バックポケットの部分ですね、ちょっと、当たり出ております。こういうのもいいんじゃないでしょうか。裾レングスもオリジナルです。3434表記で、こちらレングス地味出てなくて、そのままですね。レングスはちょっと長いかなと思います。こちらでお値段が9800円と消費税です。同じくブルーデニムで、こちらも少し色が濃いですね。501の、3532表記ですね。アメリカ製です。
こちらもタブ残ってますね。色味8割くらいですかね。で、毛羽立っている、すごいグッドコンディションです。当然レングスもオリジナルレングスですね。こちら実寸すごいゴールデンサイズです。ウエスト34インチのレングス30インチ、3430履ける方すごい多いと思います。腰履きしてロールアップしてもかっこいいと思いますね。お値段の方がこちら、9800円と消費税です。お安いと思います。で続きまして、ヴィンテージですね。ヴィンテージのオーバーオールです。こちらブランドがヘラクレスのものですね。60年代頃のものだと思います。こちら全体的に焼け感やオイル飛び、もうほんとワークウェアって感じがして、もうすごいかっこいいですね。こういったのに、カラーもののリバースイブとか合わせてあげてもすごいおしゃれなんじゃないかなと思います。後ろの部分ですね、こういった感じでオイルが飛んでいたりダメージあったりしますが、こちらすごくいいですね。レングス、オリジナルレングスで間違いないかなと思います。逆側の足の部分もですね、ちょっとこういった感じで裾口の方ステッチの抜けやダメージはありますが、このオリジナルレングスで実寸がこれすごくいいです。ウエストが36インチでレングスは29インチですね。長すぎちゃってるもの、裾上げされちゃってるものがほとんどだと思うんですが、このサイズバランスだと普段デニムを、ウエスト34インチくらいでレングスが29とか28ぐらいでジャストサイズの方がすごいいいサイズ感で履けると思います。こちら60年代頃ですね。お値段が29,800円と消費税です。続いてダブル X を紹介させていただきます。こちらリーバイスの501ダブル X ですね。ベルトループずれてます。こちら赤タブはこの年代なので両面のインジが入っておりますね。でスレイキューラはこちらカッパーになっております。でちょっと見えづらいんですけど、こちらリベットの文字が細文字で、ちょっと割愛するんですけど、こちらアシナガールは採用されてないです。全部通常 R になっておりますので、年代は、レザーパッチがついていた年代で間違いないんじゃないかなと思います。50年代の後半頃のデニムですね。でこちらも鬼ひげというわけではないんですが、濃淡がくっきり出ててダメージも多くなくて、ところどころこういった感じでリペアは入っておりますが、しっかり丁寧に叩かれていて、いいと思います。股部分とかも多少のスレはありますが、全然問題なく着用できそうですね。後ろの部分も、こういった感じでブリーチっぽいのが飛んでたり、ちょっとリペアがあったりはしますが、その着用に響くような嫌なダメージや嫌なリペアが全然ないっていうのが魅力的ですね。でこちらのデニムなんですけど、レングスが上げられてしまっております。チェーンで上がってはいるんですけれども、こちら両足ですね。でこちら、リペアの部分と、巻き込んで、裾上げはされちゃっておりますね。ですが結構丁寧に、これも上がってるのかなと思います。で色味は本当にすごくいいですね。こちら実寸がウエスト30インチのレングスも30インチになっております。細身の男性とかですごいハマる方多いサイズ感かなと思いますね。ちょっとこの裾上げとかの分お値段が、すごいお安いので、こちらすごいいい色味で、お買い得なのかなと思います。お値段が178,000円と消費税です。今週の金曜日からですね、3日間アンドベルベルジンの方で、ポップアップを開催しようと思っておりますので、もし気になるお客様いらっしゃいましたら、ぜひ、SNS とチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。